ということで、またちょっとですね楽曲の方ですけども、まあ、今までちょっとブルーナ関連のですね、楽曲を流してきましたけれども、今毎週ですね、P.P.N.S というバンドのですね楽曲をですねオンエアしているんですけれども、まあこのP.P.N.Sですね、自分がまあ大好きなバンドで、せっかくライブのですね音源をですねちょっとたくさんいただいたので、まあ、眠らせておくのも、どうかなっていうことで、毎週ですねオンエアする時間を設けてですね、で今日も1曲なんですけれども、まあこれもまた雰囲気のあるですね楽曲になっております。まあ、百聞は一見にしかずと言いますけれども、百分というか、まあ聞けって感じですねなので百分は一見しかずはちょっとまた逆の意味になりますけれども、はい、まあごちゃごちゃごたくを並べるよりも一曲聴いてくれっていうことでですね、お聴きいただければと思います。P.P.N.Sでトワイライト。きいただいたのはペピンズでトワイライトでしたということでですね、ハッシュタグ夜ラジたくみさん、ペピンズライブ見てみたいですね。お酒飲みながらだとトリップしそう、ということですね。わかりますね。まあその楽曲もこの何て言うんですかね、まあ、夜に落ちていくというよりかはその夜の隙間に落ちていくっていう感じですかね。こう夜じゃないところ、こうなんていうかこう言葉になかなかしにくいですけど、まあちょうど今そのトワイライトっていうのはですね、まあ、夕暮れ時みたいなことですけれども、まあなんかそういう真っ暗ではないんですよね。なんかこうイメージ的に澄んでいるとも濁っているとも表現ちょっとできないような、そこがペピンズの魅力かなと思いますけれども、ペピンズのライブですね、まあたくみさんもまた札幌に来る機会があればですね、ぜひ来ていただきたいと、見に来ていただきたいと思いますし、まあ、ブルーナと同じですけれども北見に連れて行けたらなというですね、宝くじ当たったらちょっと考えましょう。はいはい、いっちりさん、ハッシュタグ夜ラジ、自称ココロコロニーさんの元部下ですということですね。いや元じゃない、今も部下だよ。